昨日オリックスに敗れ4連敗、得点圏打率0割台、59イニング連続でタイムリーなしと打撃不振が深刻です。楽天は1回ランナーを2塁に置いて3番浅村、見逃し三振に倒れると、続くフランコはショートゴロ、先制点を奪えません。3点リードされ迎えた7回、一発出れば同点のチャンスで代打安田、ショートフライ、後続も打ち取られ得点できません。楽天は昨日4度得点圏にランナーを進め再三チャンスを作りましたが無得点、得点圏打率は0割8分5厘と12球団ワースト、タイムリーヒットも59イニング連続出ていません。打撃不振が続き4連敗です。